はい、皆さんこんにちは。磯焼代表の北野です。今回ですね、コーチコンサル店舗、EC 物販、各業種別のですね、売上が上がる業種別ラインアットの一斉メッセージの配信法について具体的なメソッド、ノウハウというのをですね、攻略法としてお届けしていきたいと思います。ということで、今回の動画をですね、最後まで見ていただくことによってですね、実際にラインアット、そもそも配信頻度であったりとか、配信時間ってどういう風にすればいいのであったりとか、そういった業種別によって違うんですかとかですね、またはどういった内容、どういう風な感じで LINE の配信では文章を構築していけばいいんですかとか、メルマガとはまたちょっと違った書き方をしないといけないんですかとか、そういったね、素朴な質問をたくさん先いただきますので、それについてまとめて今回お答えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。ではね、さあ最初にですね、一斉メッセージの配信の役割ということをね、まず基本編から話していきますけども、LINE アットっていうのは、まあ基本的に自分の見込みの読者の方ですよね。その読者の方っていうのは自分のお店に来てくれる可能性がある、商品買ってもらえる可能性がある、契約してくれる可能性がある、見込みのお客さんなわけですよね。そのユーザーの人たちに対してプッシュ通知をくれる。そして、1対1の LINE、一人一人の LINE に一斉にメッセージを、同時に送ることができるっていうのがやっぱ LINE アットのメリットっていうお話を前回もしたと思います。で、LINE アットっていうのはですね、まあ普通の個人 LINE とかだったら100人にメッセージを送る場合って宛先を100人こうやってクリックしないといけないんでめちゃめちゃ時間かかる。それが LINE とかだったら100人の読者全員にもう1通メッセージ作ってポーンって送信ボタンを押したら一斉に100人届く。これぐらいやっぱ違うわけですよね。一斉にメッセージを送る。そしてユーザーに何度もアプローチできる。この何度もアプローチっていうのは実はね、LINE アットの中でも もちろん一斉にメッセージも送れるし、一対一でもできるし、一対一でのこれワントゥワンって言うんですけどね。まあやり取りもできますと。だし、あとはまあその単純接触効果によるファン化っていうのもあります。やっぱり LINE アットの配信って、基本的に月に1回しか配信しませんよっていうだけだとやっぱ忘れられちゃうわけですよね。お客様にですね、商品が売れない、お客さんに忘れられてしまうって一番の理由っていうのは、結局接触回数が足りてないんですよね。だからこそじゃあ毎日送ればいいのかっていうと、毎日もやっぱ送りすぎだから、うざがられて逆にブロックされちゃったりするから、じゃあその適切なタイミングってどれぐらいなのかってこの後話していくんで安心してほしいんですけども、やっぱザイオンス効果ってすごい重要なわけですよね。ウィンドウショッピングをしている、方がですね、まあ、よく、ウィンドウショッピング前取ると洋服が欲しくなると。でも、いや、今日はちょっと買わないからと決めても、またね、3日ぐらいにまた同じルイ・ヴィトンのショーウィンドウ前取ったら、あのバッグ可愛いなと。いやー、やっぱ今日はちょっと買わないと決めたけど、我慢と。で、また3回目、また1週間後にそのウィンドウショッピング前に撮った時に、やっぱりまた、自分の好きなバッグがあると。で、そのバッグ、ちょっと買わないけど、ちょっと身につけてみようかなとか、試着してみようかなってお店に入って気づいたら買っちゃってたみたいな話があると思うんですけど、結局ウィンドウショッピングっていうのもですね、なんであれだけアパレルのね、企業とか、ブランドとかっていうのが、あれだけ銀座の一等地とかにですね、バカ高い家賃を払ってショーウィンドウ出してるのかっていうと、やっぱその接触回数によって商品が売れるんですよね。まあ、あれも一種マーケティングの戦略だったりするわけですけど、結局ですね、お客様の目に触れ自分っていう存在を思い起こしてもらう回数が多ければ多いほど人っていうのは自分に引き寄せられていく。まあこういうのはいわゆる認知とか集客の原理原則になってくるわけなんですけど、これをうまく活用できるかがこの LINE アットになりますと。で、LINE アットではですね、重要なのがこの短期間で見込みのお客様、まあ LINE に登録してくれてから商品を購入するまでの期間の極めて短く、短期間で購買欲をババッと高めることができるっていうのがやっぱり LINE の魅力でもあるんですね。だからこそ LINE って今売り上げっていうのはメルマガではないと、もうチラシでもない、もう今 LINE から上がってるそういう時代になってきてるよってことなんですね。はい。っていうことを踏まえた上でちょっと早速本題入っていきますけど、まあ、結論ですね。配信頻度と配信時間ってとこで、これ業種によって違いますと。で、治療院とか飲食店とかエステサロンだったりとか、まあ、EC 物販ですよね。簡単に言うと通販系とか、そういった店舗系とか通販系とかだったら、まあ、週に、1回から2回、多くても2回までです。で、これなんでかっていうと、実際皆さんもですね、いろんな店舗とかアカウント EC 系のライン登録してみるとわかるんだけども、やっぱりですね、週に3、4、5配信してるところってあんまりないんですね。で、こういう業種っていうのはあんまり送りすぎるとですね、やっぱり店舗の割にめっちゃ送ってくるなっていうんで、ちょっとうざいからブロックとかってやっぱされやすくなります。なんでかっていうと、やっぱ店舗とかですね、そういった EC 系とかっていうのはなかなか、要件がなかったらお客さんっていうのはメッセージを送ってくるなんて思うわけですよね。で、逆に、なぜじゃあ店舗系は週に1、2配信でいいのに、コーチコンサル系は週に3、4配信した方がいいのかっていうと、コーチコンサル、いわゆる教育事業の場合とかであれば、まあ、これ英会話とかもそうだし、スクール事業とか対人支援型ビジネス全部そうなんですけども、っていうのは逆に言うとですね、これ教材販売とかコンテンツ販売もまあこっちに入りますね。コンテンツ販売とか無形サービスの販売っていうのはこっちにあります。で、物販とか有形サービス販売は EC 系に入りますと。で、無形サービスもこっちに入るんですけども、その場合ってのはやっぱりお客様にですね、そういうノウハウを伝授したりであったりとか、あとはそういう必要情報をやっぱりいろんな角度から訴えかけていくっていうためにもですね、お客さんからしてもやっぱり配信頻度が多ければ多いほど学びも深まるし嬉しいわけなんですよ。だから結構週に3回4回多い場合だと5配信ぐらいしてもブロックサイズに見てもらいやすいと、まあ、いうこともありますので、まあこういう教育事業の場合だったら、まあ週に3、4配信した方がいいという結論になります。で、配信時間はですね、まあ店舗 EC 系の場合とかだったら、まあ大体遅くとも20時までで、終わらせた方がいいです。あんまり遅すぎるとやっぱ店舗の
の場合とかだと、迷惑になったりするので、ね、そこはまあちょっと、ある程度、まあ、店舗ということもあって、まあ、わきまえると。ただ、まあ、時間としてはぴったしに送るっていうのはあまり良くなくて、これなんでだと思います？なぜ19時とか20時にぴったりに送っちゃいけないのか。まあ、これもちゃんと理由があってですね、まあ、皆さんの LINE っていうのは、一斉送信したらもちろんお客様のね、こういった LINE に届くわけですよね。こういった LINE に届きますってなった時に、この LINE のですね、一番上にいかに自分の、トークっていうのを持ってこさせるかっていうのはすごい重要なわけです。だって LINE っていうのは開いた時に一番上が一番見られるんだから。ってなった時に、19時とか20時ってのはみんな動画ですがババッと LINE を送ります。あなたの LINE に登録してくれてるお客さんっていうのは、あなたの LINE としか登録してないかって言ったらそんなことはありません。他の人の店舗の多分登録してます。他の美容系のエステの他の EC 系の全部登録してたりします。なのでライバルがいるっていうのを常に意識した状態で行った時に19時よりもちょっと3分ずらしたりとか、20時あえて7分にしてみたりすることによって、自分の投稿を一番上に、優先順位を持ってくることができるんで開封率が上がりますよっていうね効果がありますので、これはコーチコンサル系も店舗も両方ともやっぱ3分4分ずらすっていうのはポイントになりますと。でただコーチコンサル系の場合とかであれば、まあ、ある程度21時22時とかでもですね、まあ、どっちかっていうと個人コーチコンサル教育事業ってどっちかっていうと、個人ビジネスなので、個人ブランドを売っていく。だから、いわゆるですね、店舗っていうのはお店の名前から配信が来るわけなんですけど、まあ、コーチコンサル系ってのはその人の名前、例えば田中秀明さんとか、そういう名前で、LINE が送られてくるので、まあそういう意味ではですね、まあお友達とやり取りをしているかのような感覚に近いので、まあ21時とか22時くらいになっても、まあそれほどまではあんまブロックされにくいと。で、逆に言うとやっぱ19時とか20時っていうのはこういう教育事業の業者もですね、やっぱみんなメッセージを送る業者未だに多いので、あえてちょっとこの場合は21時とか22時くらいに、した方が、やっぱ見られやすいっていうのもあります。なぜかというとライバルが少ないから。そして、あえてこれも時間を3分4分ずらしてあげた方が、トークの一番上に自分の通知を持っていくことができるからより開封してもらいやすいですよっていう理由があるので、まあ、21時3分とか22時4分ぐらいがおすすめですよっていうことになりますということですね。すべてこれロジックで理由がありますと。で、結局やっぱ単純接触回数がすごい重要って話で、で、よくいるんですよ。LINE の配信してるんだけどもめっちゃブロックされますみたいなね。で、よくめちゃめちゃブロックされるって言って不安になる人いるんですけど、これ数値があるんですよ。これぐらいの基準より下のブロック率だったら全然心配しなくていいよって基準値があります。で、これ何かっていうと覚えててほしいんで、これめっちゃ重要なんで、基本的にまあ 30% 以下のブロック率だったら全然問題ないです。で、30% をブロック率が超えてきたら、例えば100人読者いるのに30人以上にブロックされ出してきたら、まあ、ちょっと配信を見直してみたりとか、配信の内容を見直してみたりとか、配信頻度をちゃんと見直してみたりとか、配信時間を見直していただくっていう改善が必要にはなるんだけども、基本的にはまあ 30% 未満は、まあ、OK ライン。まあ、ブロック率 20% はまあ普通ですね。で、ブロック率 10% はむしろ低い方で、むしろ結構いいよっていうくらいなので、まあぜひ 30% 未満のブロック率であれば、まあ心配は不要という形になります。そして最後にですね、LINE の配信に重要な3つのポイントってことで、まあこれはですね、そもそも LINE でどういうふうな、話口調だったりとか、どういうふうな配信の仕方やっていけばいいのかっていうの3つポイントがあります。で、まず1個目がですね、さっき言ったこの話口調ですね、フランクな配信ということで、で、2つ目文字数で、3つ目キャラということなんですよ。で、話口調っていうのはすごい重要なんですね。LINE の配信では、まあ、僕らの配信見ていただければ分かるんですけども、まあ、結構ですね、これうちのクライアントとか元卒業生の配信なんですけど、どっちかってやっぱりこういうフランクな口調でとかタメ口でとかですね、やっぱ親しみやすいお友達とかご家族とやり取りをしているかのような感覚での配信をしてあげた方が、メルマガでのがっつりとしたゴテゴテの文章よりもですね、お客さんのパーソナルスペースに入り込めるんですよ。今の LINE っていうのはこのビジネスのコミュニケーションのやり方を大きく変えてしまった。 LINE とかアプリの普及によってコミュニケーションがもっとフランクにもっと近い存在になった。だからこそ皆さんは事業者であったとしても LINE を使ってお客様のパーソナルスペースに入り込めるんですよ。こういうフランクな口調の配信をすることによってね。だから僕とかのね、こういう配信とかでも、まあ、こんばんは。先日ホームページの宣材写真をカメラマンに撮ってもらったんだけど、何事もソミチョンプロに任せるのが一番だよね。で、話変わるんだけど、最近売り上げ順調に上がってるとかね、最近ぶっちゃけ伸び悩んでませんかとかね、まあ、こういうフランクな配信をしてあげる他方が反応率は実際上がってるんですよ。で、そっちの方が売り上げ上がってるんですよね。なので、ぜひ、このフランクな口調でぜひ心がけてください。で、二つ目、文字数は300から500。まあ、大体300文字はもう500文字っていうと、まあ、これ、こういうぐらいの長さですね。まあ、これで大体は100文字から150文字ぐらいの長さ、100文字いかないぐらいかな。まあ、これぐらいの長さでも十分問題なくて、まあ、長くても、まあ、500文字以下で抑えるのがいいかなと思います。これなんでかっていうと、人間が1分間で読める文字数って皆さん何文字か知ってます？これ大体ですね、平均400文字って言われてるんですね。人間が60秒間の間に終える文字数。だからこの字数以内で収めてあげた方が良くて、人ってのは読むのに1分以上かかる文章ってまず読まないです。お客さんっていうのは忙しいんですよ。基本的に暇じゃありません。忙しい生き物です。だからこそ、その時間を奪わないためにも、やっぱ1分未満でストレスなく読める文章をしてあげるためにもね、あくまで300文字から500文字。まあ、300文字未満だとなおベストって感じですね。で、3つ目、キャラっていうところで、まあ、これは価値観とか個性を訴えていくっていうのがすごい重要で、皆さんの場合っていうのは、これ店舗ビジネスをしている
人もそうだし、それからですね、EC 系とかもそうですよね。教育授業もなおさらそうなんですけど、コーチコンサル系もそうなんですけど、あなた自身が商品なんですよ。で、あなただから買いたいと思ってもらう。あなたのファンだからあなたが提案するサービスも買いたいです。こういう流れで商品が売れていく時代になりますので、いかに自分のキャラを伝えていくのか。人がファンになる時っていうのは、その人の素が見えた時とか、その人の価値観とか個性が垣間見えた時に、あ、この人って意外と優しい人なんだ。あ、この人ってちょっとこんな魅力もあったんだなっていうんで惹かれていくと。で、うちの生徒さんとかでもですね、まあ、この方は美容室をやられてる加藤飛鳥さんっていう人の配信なんですけど、1通目、もうペイペイペペペイペイみたいなね。まあ、ペイペイがちょうど入り出した時にこの配信をしたっていうやつなんですけど、まあ、ちょっとおちゃらけた感じの、まあ、かわいらしいでもちゃめけがあるような方なんですね、実際。僕もお会いしたことあるんですけど、で、まあ、デイジーですと、お店の名前で、皆さんペイペイ使ってますか？で、うちも最近取り入れたんですけども、まあ、ペイペイでね、今だっけ500円分ももらえます。まあ、こういうフランクな口調で、まあ、ちょっとちゃめっ気もあるような、まあ、ジョークも交えつつ、そういった配信をして、この配信して翌日の午前11時に、リピーター客ではなく、新規のお客さんから11件の予約が LINE から入ってます。加藤さんね。まあ、こういうことが起こったりするわけなんですね。で、まあ、僕らとかも結構ですね、まあ、だからって言って別におちゃらけなさいとかっていうわけではなくて、まあ、自分のキャラです。例えば関西弁とか、なんとかやねんとか方言があるんだったら、それはどんどん、あえて、むしろね、LINE では出してた方がいいと思いますよ。そっちの方が、むしろ、いわゆる人間味が伝わるんですよ。これ人間味がすごい重要です。だから僕とかもね、ペット飼ってますよ。猫2匹飼ってますけど、こういう猫ちゃんね、たまに配信で出したりとか、まあ、僕のね、読者さんって結構事業主とか経営者とか、やっぱりそういうお堅い仕事をしてる方が多いんですけど、それでもあえてこういうのを出すんですよ、僕もね。あとスタッフメンバーで、まあ、今はコロナだからあれですけど、例えばサバゲーしてきましたってスタッフ20名規模で写った時の集合写真とかですね。スタッフと一緒に、まあ、うちの会社結構スタッフとみんなで結構旅行行ったりすること多いんですけど、登山行ってきましたとかね、妙見山登ってきましたとか、沖縄来てますとかですね、まあ、そういうのバンバンやっぱ送ってます、写真と一緒に。だからこういう写真と一緒にセットで送ってあげるっていうのはやっぱ人間味とかを、ね、伝えていくためにすごい結構重要なね、まあ、ポイントになってくると思いますので、まあ、ぜひこのまず話口調で、そして文字数は短めに、そしてキャラとかを出すような、まず自分の写真とか、まあ、あとは、そういった方言があるんだったら方言とか、あとはそういった自分のプライベート面的なところもね、一部交えながら、例えば、先日こういうとこ行ってきました、あとはご家族がいるんだったらご家族でディズニーランド行ってきましたとかね、まあ、そういった、プライベート感も交えながら、しっかりとお役立ち情報を配信していくっていうのを、ね、意識してみていただければと思います。で、もちろんね、この LINE の配信ではしっかりとじゃあどういう風な、配信が今最も受けるのかっていう、その教育をしていくための24個のテーマプラス、8つの戦略っていうのに基づいたテンプレートのもちろんうちのね、タクスにはあります。で、そういったもちろんテンプレートっていうのを元にして配信していくっていうのがすごい重要にはなってくるんですけど、まずはね、この3つのポイントを最低限押さえた上でしっかりと配信をしていくっていうのをね、やってみるだけでもね、反応がだいぶ変わってくると思いますので、まずはこちらね、今日から早速実践してみていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画少しでも勉強になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタン、そして、チャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。そして下の概要欄からぜひ僕と LINE で友達になることによって、年商で1億か3億達成するためのうちでしか教えてないこの LINE というセンスを使った最新集客動画講義、これねプレゼントしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみていただければと思います。それでは今回の動画ね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。